かっこいい。すごい。ひたすら感動してるわ。他刚才送这两个给我们的时候，还说还会有其他东西继续送上来。いや、こういうの本当すいちゃんと初めてかも。幸せ。うん、美味しい。好吃。私もさっきのあれ食べたよ、美味しかった。うん。你们看这个沙西米有多漂亮。綺麗ね。やっぱり好吃。めちゃくちゃうまい。ルちゃんも食べよう。好吃。このエビも絶対美味しい。ねえ、これうまいやつよ絶対。刺身も好きよな。好吃哦。我们现在要把所有的东西都放到寿喜烧锅里面。この肉絶対美味しい。我的放成这样，文章的放的比较漂亮哎。他在拍照比较我们两个谁的比较漂亮。哇，文章的后盖漂亮哎。嬉しいな。癒される。这个是什么东西啊？ロブスターだからエビだよ。试试看哦，这是虾子，好好吃哦。饭已经超过30分钟了。有。好。哇，なんかちょっとネバネバ感が美味しそう。すき焼きもいい感じにグツ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 してきましたね。太美味しい。ね、美味しいよね。刚才他们送的盖物的鳗鱼卵とじ。これプーちゃん超好きなものじゃん。あ、柔らかい。うまっ。そのお酢。ぜひうなぎを食べてほしい。いただきます。いや、ちょっとうますぎて感動しちゃったよ。うなぎ味めっちゃしっかりついてる。でも溶ける。そうそうそう。お酢。ね。すき焼き。お酢。あなたいつもお酢の時ジャンプするの可愛い。ジャンプ。なんか油の味しないよね。なんか油っこくない全然。違う牛の種類は味違うね。なんか本当の肉を食べてるって感じがする。然后是天妇罗，天妇是两只虾子跟一只螃蟹，塩をつけて食べるよ。谢谢，好了好了，谢谢。こっち我爱你。水果来啦。いや、これめちゃくちゃうまいマジで。いやマジで動画撮るの。ちょっと慣れてくれよ。慣れてるよ。慣れてないよ。続けないじゃん。これで終わらせるの。我吃完了。我吃完啦。我们。我们。我们吃完啦。美味しかった。いや、マジ全部が美味しかったね。いや、本当ね、動画撮ってよかったよ。動画撮ってなかったら多分1年後とか2年後とかそういうの忘れちゃう。あなただけ。でも好吃哦，美味しかった。本当、また行きたいね。量が多いけどね。量が多い分美味しいからね。皆さんぜひ来てほしいな。自分のご褒美みたいなね。そうね。现在我们要回房间，下去泡温泉。啊！もう泣きそう。必ず幸せします。幸せな家族になりましょう。結婚してください。は？うん。我们两个现在要去这个吉祥之汤。这个吉祥之汤，它不是在温泉旅馆里面的温泉，它还蛮酷的。它要坐接驳巴士去，然后时间是有固定的。这个就是我们要坐的小透明巴士，すごい高級そう。这里气氛超好的，里面不能拍，所以我们等一下就不拍里面了。我们泡完汤出来，看到这里有免费的水可以喝。准备带呢，本来晚餐吃得很饱，但是泡完温泉肚子又饿了。所以我们两个就买了一个布丁。我们两个现在已经回到房间里面了。别错别了。好啦，我们来开箱布丁给大家看。我们两个边看电视边吃。いただきます。哎，好きな味。下次讲嘛，食べてみ。嗯，好吃好吃。ね、美味しいよね。那跟大家说拜拜。拜拜。大家再见，马达，明天见呢，拜拜。拜拜。早安。前男友跟文章去吃早餐，我们两个约7点半吃早餐，结果刚好睡到7点半整起床，有一点点迟到，现在超赶的。早餐也是一样，超级豪华。跟大家说早餐有什么？早安这里有日本人早餐约吃的鲑鱼跟玉子烧，还有白饭。白饭跟昨天不一样，它这个白饭是已经煮好的，有沙西米、小菜。洋葱菜、牛蒡丝跟豆腐，然后沙拉，还有这个，反正主物，豆腐啊什么什么的，好像可以吃这种腐饭，就是很有 feel 有没有？すごいね。朝はやっぱ白ご飯なんだ。ご飯大好きね。よく太る人が言う言葉や。ご飯大好き。ご飯大好きだよ。ご飯大好き。出た。気まずくなったら。
我们现在要离开这里了，要 check out。回家。回家？まだ回家じゃないよ。遊びに行く。楽しかったね、ここ。温泉も良かったし、食事が一番良かったかな。晩ご飯量は多いけど、いや、また食べたいね。本当美味しい。跟大家说这里有多贴心，他们想说我们花要怎么带回去，他们就给我们一个纸袋，让我们可以装花。優しいね。ここの店員さん本当に考えてくれてる。しかもロビー座るとすぐ写真撮りましょうかって言ってくれる。本当ここに来る価値はある。我跟文章还买了超多お土産的。このボディーソープめちゃめちゃね、肌ツルツルなったの本当に。ずっとついてんのかなと思ったぐらいずっとツルツルなの。然后因为我的皮肤很干很干很干，所以我们还另外买了这个是身体乳，可以拿来给我擦的。也有不在。这样加起来全部是5980日元，然后我们有6000日元的 coupon， 所以就刚好免费这样子。这里每个职员都在外面跟大家说再见哎，ありがとうございます。本当日本的感觉。哎，すごい。お見送りが全部ついてる。现在要去高崎山自然公园，因为高崎山自然公园是在大分，所以我们现在在高速公路上去大分县。玩大分县的景色很漂亮哎。欢迎光临。对对对，欢迎光临。欢迎光临ヨドバシ。去看。这里有两个 course 可以走，一边是兔子的，这边是给比较有体力的人；一边是乌龟的，这边是给比较没有体力的人。他们你小，我ゆっくり。这个楼梯走起来意外的蛮累的。我好累。你好累哦，我也好累。好酷，就在路边这样走，因为他们是野生的猴子，所以不会把他们关起来，让他们自由这样行动。好可爱哦。他们说这样把脚张开，猴子就有可能会通过。不是啥嘞，对哦。好小，好可爱哦！見て、近づいてるよ。可愛いな。哇，ふーちゃんに取られてるよ。ね。近い。ね。可愛いね、いいね。可愛いね。近いね。いいね。刚才我对着猴子说：“看我，猴子就看我。”就文章就是学我。看我。看我。没有人看你，看我，没有人看你。去完动物园之后，旁边有一个猴子的介绍馆，他们这里有东西可以吃。这里有名的好像是有那个 gourmet takoyaki 的东西，他说是外带的第一名。两个点点看这个吃，这里的号码牌是猴子的图案，超可爱的。瑞ちゃんの真似します。好烦哦，你不要学我了。来啦。来啦！它的酱油是分开给的。哇，这个柴鱼片在跳舞哎。嗯，好吃。好吃。嗯，好吃。嗯。哦，刚刚谁的？我们两个在回去之前又来到了ヤマダ。大家记得ヤマダ吗？就是我们两个之前有拍过那个寿司蛋包饭的休息站。我们今天来的时候，之前买那个寿司蛋包饭已经卖完了。我们买了肉卷饭团。小笼包，这小笼包也太大了吧！这里是包子、秘传酱汁炸鸡。啊，但是两只都还没得有吃。小笼包，它是哪里的？嗯。当然会。我记得台北是哪里的？小笼包，一个吗？小笼包什么？我过来哪里呢？肉饅でしょこれ。完全就是肉包哎，这个。どう見ても肉饅だよ。大家看里面，对，这分明就是肉包。我先搞一样。我们刚才吃完东西，现在要开车准备回家了。今サービスエリアに泊まってます。这次真的太棒了，我觉得。サービスがすごかったね。嗯，あの旅館ね。ね、もう従業員の一人一人がもう一人一人に気を配ってね。気の配り方もなんか嫌な気の配り方じゃなくて、いい距離感で対応してくれるみたいな。嗯，他们接待客人的服务就是非常那种日式精神，就是无微不至的照顾那种感觉，然后会感觉到他们是真心的，就是很开心你来这里玩，然后也很真心的希望你这次可以玩得开心回去，很感动人心的感觉。とりあえず料理が美味しすぎる。すき焼きがすごい美味しかった。ね、美味しかった。でもすき焼きの前にちょっといっぱい食べすぎて肉全部食べれなかったんだけど、簡単に開けてみました。俺が全部食べた。我觉得是一个非常非常值得推荐的地方，但是高崎山自然动物园，我觉得如果有经过再去就好了，不用特别去，因为它其实里面的园区没有很大，就看到到处在跑的猴子还蛮新鲜的，可是它很小，所以可能在里面可能也待不到个40分钟吧。那谢谢大家看我们两个这次的影片，这次的影片对我们来说算是非常非常有纪念意义的影片。好，那我们就下次影片再见，之后请大家多多指教，大家再见，拜拜，拜拜，拜拜。
See you next time. Bye bye. Bye bye. たとえ夜が明けようとしても